秀才バカゴン、昔布団ちゃん警察捕まった事例がニュースになってました。何この横断歩道では歩行者優先と道路交通法で定められています。皆さんは歩行者からお先にどうぞと合図をされたら、俺もこれで捕まったわ。良かれと思って道を譲ったこの歩行者の行動が違反につながってしまうケースがあるんです。でもいけないらしいよ。どこにでもある、それでもこっちがブーってやんないといけないって。こちらはドライブレコーダーが捉えた映像です。止まっていた路線バスが動いたため後に続こうとしますが、右から歩行者が来たため車は一時停止します。まあそうだな。すると今度は左から来た歩行者が先に行くよう車に手を挙げて合図をします。横断歩道は歩行者優先、運転手は躊躇しますが道を譲られたので車を発進させました。歩行者と運転手が互いを思いやる一見何でもないやり取り、ところがこの後事態は一転、運転していた男性は警察に止められます。か、俺と一緒だわ。俺とマジで一緒。警官の方が来て、トントンってことでな、窓開けたら、わかりますかとかなんか。そう、俺とマジで一緒。ちょっと私何のことかちょっとわかんなかったんで、いや、わかりませんって言ったら、なんかちょっと違反ですって言ってきたんだよね。男性は警察官に歩行者妨害違反と告げられました。そう。私譲られたんで、俺、まあ俺の、まあ俺もそうだったんだけどね。日常のありふれた歩行者と運転手の横断歩道のやり取り。実際他の場所でもこのように歩行者が車に道を譲る場面が見受けられます。譲られた運転手が先に横断歩道を通り過ぎ交通違反となったことに町の人は、違反なんですよね。でこの後取り締まられたということが、ご存知でした？僕も一回やられたもんだって。あ、当然支払って。払いました。納得いかないけどね。払ったよ。いずれは1万2000円とかだった確か。点数稼ぎだと思ってるからさ、譲ったなら別にいいと思いますけどね。車の方を取り締まるんだったら譲った側もなんか責任あると思うんですよ。横断歩道上に歩行者がいる場合はやはり車両は歩行者優先というところが原則ですので、運転のプロであるタクシーの運転手は、歩行者観点から言えばその取り締まってもらった方がいいのかもしれないですし、運転手の方からしてみればやっぱり中にはそういうふうに歩行者優先だって思わないで行っちゃう人もいるんで、まあ、その辺は何とも言えないですけどね。わかる。そもそも今回のケースは何が歩行者妨害に当たるのでしょうか。道路交通法第38条第1項にはこう定められています。横断歩道等に歩行者等があるときは直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにしなければならない。条文を読むと、一時停止した上で歩行者の通行を妨げないこととしていますが、歩行者よりも先に進行してはいけないとは明確に記されていません。男性から相談を受けている弁護士は処分の取り下げを求め担当だった警察官に問い合わせたそうですが、ほう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 、現場判断だっていうことを言ったんだけれども、現場判断っていうのは要するに事実関係がその法律上罰せられるという構成要件に該当するかどうかっていうことをちゃんと判断しないといけない立場なのに、条文の要件を知らずに現場判断ができるはずないだろうっていうのが一番の問題だと思ってます。警察官は現場判断を強調し、ドライブレコーダーの映像を確認することもなかったといいます。おかしいな、それは。
矛盾してんな。せめてムカつくなこの話。検証した上でこういった理由で今回は違反になるんだってことをちゃんと説明していただければ、あの当然運転手としても今後はどうやって気をつければいいかっていうことの参考になるとは思うんですけれども、歩行者に道を譲られて進行したら交通違反を取られた運転手、このようなケースについて警視庁の捜査関係者の見解は、歩行者に譲られたからといって違反にならないとは限らない、状況による。ただ全く歩行者が動いていない時点で譲られたならば違反にならない可能性もある。状況によって判断されるということですが、状況次第でドライブレコーダーを確認する、その上で違反性がなければ撤回する場合もある。車を運転していた男性と弁護士は現在も警察に処分取り下げを求めています。ここまででもね、あ、待って待って、この場のその切符切るときはもうやりとり夢中っていうか、マジそれマジそれマジそれ、最後撮ってたのも忘れちゃってたんですよね。その場でなんかこう見せればよかったのかって今思えば、まあ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 、ドラレコね。いや俺もマジさ、これ聞いたことない人もいるからあれだかもしれないけど、俺ね、もともと会社員時代の時に、俺ちょっと午前中はここの会社で、午後はちょっと俺そういうちょっと教育指導で別のちょっと会社に行かないといけない時があって、で飯食ってすぐにバッて行ったのよ。でドラレコはもちろんなかったんですけど、うん、で俺も同じような右折だったんですよ。で、あ、次のちょっと会社に行かなきゃっつって、でそれで右折しようとした時に、ちょうどトイプードルみたいな、なんかモコモコしたワンちゃんを散歩してる貴婦人の方がいて、でその方がこう横断歩道を渡るときに、ワンちゃんがなんかこうやってガチャガチャって、なんかそのリードがこうやってキーンみたいになっちゃって、でそれで右折しようともちょっと時短だしてて、その貴婦人の方がこうやってやったんですよね。でそれで、あ、わかりましたっつって、これでこうやって右折して、そのまま行ったらば、ピーッそこのムーブカスタム、そこの黒のムーブカスタム、止まってください、そこのムーブカスタム止まってください、何と思って、うん、神奈川県警でしたけども、これ本当胸クソ悪いのが、俺ちゃんと説明したんです。で俺も一応その歩行者優先ってのを分かってたけども、まあワンちゃんがこうやってトラブルになってるような感じがしたからば、ちょっとこうやって、あ、じゃあ自己判断で分かっちゃったなるんだけど、何度も言ってるからごめんね。じゃあもし君が運転免許証の試験で、そういう問題の時に右折しました、丸か×かしたら君丸つけるの？×だよね、そういうことって言われて、俺その時ちょっと腑に落ちたんだよね。まあムカつくけど確かにテストだったら×にするかもしれないと思って、そう、と思ってちょっと腑に落ちたの。ああ分かりましたっつって、わかりましたっつって、それでもう納得したんだけど、はあ、今でも覚えてるわ。ピーって止めたのが、その時は4月か5月だったんですよ。だから多分入職して間もない警察官だったんです、一人が。でピーってやって、でそれでその人が、あ、すいませんってしどろもどろで説明して俺を言ったのよ。で俺は自分の意見をちょっと強く言ったんです。いやでもそこはって、ワンちゃんがそうなってたから、止まってそこで行かないと後ろ詰まっちゃいましたよつって、でワンちゃんの奥さんもこうやってやってましたどうなんですかって言って、あーはうーはうーってなってた時にガチャってさ、神奈川県警って書いてあるパトカーからなんかガタイのいい兄ちゃんが出てきて、さーって、もしさーって、あー交通のその、まあ、テストでさーってなってそうそうそうあれマジであったな、納得できなかったけど、うん、俺ももうねその時あともう10分以内に会社に行かないといけないって時もあったから、もう分かりましたっつってふてくされてそのまま切符切ったわ、うん、あれもあったな。これは神奈川じゃなかったけど、純一と一緒になんか川で釣りしよっかっつって、ちょうどそれも5、6、7年前ぐらいにさ、どっかの
川で、まあ、釣りしよっかって、ね、葛西とかの近くの江戸川か、江戸川で釣りしようかなって、その時に車をちょうど俺が運転して、一時停止のとこがあったんですよ。で、一時停止もなんかあれ3秒ぐらい止まらなきゃいけないんだっけ、一時でして、ちょっと分かんないんだけど、それで俺一応止まったつもりなんだけど、そして止まって再発進しようとしたらば、ピーピー、そこのムーブカスタム止まりなさい、そこにムーブカスタム止まりなさいっつって、そう、今さーって 1.5 秒ぐらいだったよねっつって、今駐車 1.5 秒ぐらいだったよねって、完全に停車してないよねって、今ちょうど 1.5 秒ぐらいだよねって感じで、で俺もジュンもめっちゃ弁明して、その時、いやって、いやちゃんと止まりましたっつって、でしかも左右もちゃんと確認してましたっつって、そう、そう、で、まあ、一応そこはね2人でなんか強く弁明したらなんとか裏返ったんだけど、という意味では強く出ることも結構大事だなと思うわ、はあ、1.5 秒しか今停車したいよねって言われて、そう、あれマジ笑ったな。そう、点数稼ぎなのか本当は分かんないよね、そこは。その止まる秒数とか明確にしてほしいよね、言ったらね、うん、あ、てか何の話だっけこれ、あれか、俺 AL 予算だから、AL 予も